はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。 今回のお話なんですけど立憲民主党の女性議員がですね炎上してるぞーっていうようなお話なんですけどむちゃくちゃなことを言ってるんですよね、まあ、ちなみになんですけどこの人のツイートで塩村彩子さんっていうんですけどこの人 AV 新法をね、えー、作る、まあ、きっかけとなった発起人の人になるわけなんですけどこの人が AV 被害者救済法、まあ、AV 新法っていうのは、まあ、こうした事件、まあ、この事件のね話を引用してツイートしてるんですけど AV 新法の効力っていうのは こうした事件を未然に防ぎますよーっていうことでツイートしてるんですけどただその内容が全く違う内容だったんですよね、まあ、だからめちゃめちゃ批判殺到するんですけど 間違いを指摘されて、無理筋だね、言い分でね、逃げてしまう、まあ AV 新報ほっきりの人のね、お話になりますということで、見ていきましょう。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話らしていきますので、いいねと思ったら、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まずこの塩村彩香さんなんですけど、この人ね、ツイッターのアカウントだとこの人になるんですけど、参議院議員の立憲民主党の人になるんですけど、この人ね、えーまあ、この月島さくらさん、AV 新報について反対している方なんですけど、 この人が分かりやすくまとめてくれててその中にですね発起人は塩村彩香だっていうことで AV 新法いろんなところで困るっていうことでねトラブルが起きてる AV 新報なわけなんですけどその発起人ってこの塩村彩香氏立憲民主党の人になるわけなんですよでこの人がですね AV 新報の手柄だっていうことでね AV 新報はすごいんだってツイートしてる内容があるんですよここにね AV 被害者救済法はこうした被害を未然に防ぐ 働きもあります撮影前ならなおさらもう分かりますよね意に沿わない出演は解約できます違約金は必要ありませんって AV 新報のおかげでこのね引用してる事件とかを解決することができるんだって言ってるんですよねでそのタイトルなんですがここを見てもらえれば分かりますけど逮捕 AV 出演キャンセルで違約金女子大生300万円差しの疑いということで この見出しのものにこのツイートでね、えー、して AV 新報は役に立つんだって言ってるんであじゃあこの記事は女子大生が被害にあったんだなっていう感じに普通だと思いますよね塩村彩香さんがこうやってね、えー、ツイートしてたらしかしですね、まあ、ちょっとあえて中身には触れていかないですけど、えー、月島さんはねこのツイートに対してこう言われるんですよ塩村さん記事の中身ちゃんと読んでますか見出しで反射的にツイートしてませんかってあなた言ってること内容とずれてますよって突っ込まれるんですよねこれは違約金が かかかるからお金ををくれと女の子が嘘をつき男性を騙してお金をむしり取ったという趣旨の詐欺の容疑ですよっていうことであなた言ってることと全然違いますよっていうことが突っ込まれるんですよね実際にちょっと記事読んでいこうと思うんですけど女子大生 AV 出演キャンセルで約金と300万円差収トラブルさ心配した男性が相談で発覚ということで愛知県警中署は13日名古屋市中区の大学生の 女20歳を詐欺容疑で逮捕したと発表した女性が逮捕されてるんだよね。 発表によると、女は5月上旬、マッチングアプリで知り合った知り氏の会社員男性にアタルトビデオの出演をキャンセルするのに、違約金がかかる旨のメッセージをアプリで送り、現金300万円を騙し取った疑い、容疑を否認しているということなんですよね。で、その後、えー、男性が心配になって警察のところに行って、まあ、実際のね、えー、これが詐欺なんじゃねえのかっていうのが分かった、そして逮捕したという流れなんですけど、だから、女性 私が嘘のことを言ってアダルトビデオの出演のキャンセルをしたいんだって言って男性からお金を騙し取ったという話なわけななんですよね、まあなので月島さんの言われている通りその AV 進歩で今回役に立ったとかそういう話ではないんですよね。 これやばいよね、これ勘違いして立憲民主党の人、議員の人がツイートしてるわけなんですよ。あーちょっとこれ間違えましたとかって言えばいいんですけど、その後と、まあ、このツイートをして、月島さんに突っ込まれたり、他にも批判を浴びて、その後この塩村議員が言ったのがこうなんですよ。つまり、嘘であり、詐欺です。出演キャンセルの違約金のためにと、金品を要求された。新法で対応できるよと、突っぱねましょう。射撃目的の人に対して。本当に 求められている場合にも進歩をお知らせしてくださいこの場合は当該人の被害を未然に防止できますって まあかななり無理筋でで言い訳をしてくるわけなんですよね、まあ、つまりこれ騙された男の人が AV 新法のおかげでね、まあ、出演料っていうのはキャンセルする時にお金がかからないというのを理解しとけばこれは未然に防げる話なんですそういう意図で話した内容ですって言ってるんですけどいやそれには無理があるだろうって感じますよねしかも何よりこの新法がえこの詐欺を未然に防ぐ効果はない いいんじゃななないいいいのかとと思思まますすけど、ね、関係ないと思いますでこんな詐欺は成立しない新法ですまだまだ知られていないため法の効果が理解されていないと分かりました事実と異なる認識違いのツイートも変わらずありますのでより広く効果を知ってもらう必要があるからと思いますということでこの えー、女性が男性をだまそうとした詐欺を未然に防ぐ効果もあるんだって、まあ、むちゃくちゃなこと言ってるんですよ。これ訳わ,わかんないよね。だってさ、あのー、例えば詐欺っていうのは相手が、えー、その法のこととかちょっと疎い部分があったりしたりそういうちょっと弱いところをつけ入れられて、えー、お金をだまし取られたりするのが詐欺だと思うんですよ。だからそもそも法のことに完璧にね知識がある人だったらそもそも詐欺の被害とか受けないと思うんですよね。だから まあ議員、えー、法律を作る人っていうのが。 国民にににに対ししててて全全員がね、ね。法に関して完全に熟知させるっいいうことは不可能に近いわけですよ、ねまあ、だからこそ詐欺っていうものが世の中にあるわけなんでまあなので AV 新法によって今回の話、えー、被害を未然に防ぐことができたっていうのはそれは違うんじゃねえのって結局本人の、えー、法的知識だとかいろんな情報を知ってる人かどうかの違いじゃないですかだからこの新法で防げた話ではないですよねもうびっくりなんですけどまあこれは後から間違いをした 指摘されて無理やりついいいた言い訳だと音別は思いますけどもし本気で今回 AV 新法が今回のね、えー、被害を未然に防いだんだーっていうふうに思ってるんだったらちょもうちょっと法についての理解を深くしてもらわないと怖いけどねこんなので本気で思ってるんだったらね、まあ、間違いなら間違いって謝ればいいのに 謝らないいいっていうその姿勢もおかしいですよね、まあ、何にしてもわけわかんない行動してるわけですよ。で、ネットの意見も見ていこうと思うんですけど、こういうこともツイートしてたみたいで、志村彩かさん、この後にね、いやはや、私が反射的にツイートしたという思い込みで反射的にされたツイートを信じ、それを信じてツイートしている人がいますが、違いますよって、私は間違ってなんかないよって、反射的に本文を読まずツイートしているどころか、情報はこの記事以外から入っております。法律効果の一つとして ここんな詐欺のの未然防止もあるでですとということで本気で AV 新法は今回の詐欺未然に防ぐ効果があったんだって言ってるんですよね。それは無理だと思うけどねこの人がツイートでね言ってくれてるんですけど異論を唱える人に対し嘲笑するかのごとくマウント気質で自動車事故をなくすために自動車をなくそうみたいな暴論に無理やり持っていく典型的な頭を下げられない活動家ムーブと同じことをやってる政治家ってどうなんてもう思う もう間違えたなら普通に謝ればいいよりむちゃくちゃな無理筋な言い訳をしてですね法解釈がおかしい知識ない人だよっていうのを自分で言ってるようなもんになっちゃってるわけなんですよねだから間違えたのであっても間違えてなかったんだとしてもおかしな方向に行っちゃってるんですよこの言い分 <laughs> ここじゃあいえ、ね、させていただきますねとかえー、それは違う気がするなってもしも詐欺師の女性が手っ取り早くお金が欲しくて AV 信報で正規メーカーは1ヶ月4ヶ月ルールがあるからこれ AV AV 新法っていうのが今、施行されてるわけですけど、えー、この、ね、塩村氏の発起によって、えー、正規のメーカーだったら1ヶ月、4ヶ月ルールっていうのがあってね、AV を撮影するまでに契約から1ヶ月は経たないといけないだとか、あと他にも撮影してからも4ヶ月の間は発売することができないと、まあ、要するにすぐにお金にならないよっていう話なんですね。ルールーがあるるからら個人でやっってている違法なととところと契約してしまったた男性に嘘ついたらどうですか か防げますかっていうことで、まあ、こういうねあのー、AV 新法のせいで今メーカーも、まあ、AV 女優の方っていうのとかもあ他にもね代理の方もそうかもしれないですけど今、えー トラブルだとか苦しい状況にあるわけですよねだから正規ですぐにお金稼げないから闇な違法なところと契約してしまったんだっていうことになったんであればまあ防げないですよねっていうことが、ね、言われてるわけですよね、まあ、防げないどころかむしろ悪用されてるような状態になると思うんですけどねこの場合だって AV ンボなかったらちゃんとしたメーカーがいてこんなことそもそもならないかもってな話ですからね、えー、こちらもいいで、ね、させていただきますねとか、えー、他にはいや脅されてるとか言って騙し取る特殊詐欺 詐欺なんてなないですうんんよて、未然に防げる法律なんて多分ないと思うんですよだって詐欺そのものがもうアウトな話だからねそれで騙されてるっていうのはもうしょうがないことなんだと元々は思いますけどねどうしても騙されてしまう人がいるっていうことは事実なんじゃないのかなと思いますでこれは恋愛感情を利用した詐欺でもありますよね騙し取った人が悪いし信奉バリアがあるみたいなノリやめませんかっていうことで 今回の AV 新法によって間接的にね未然に防ぐことができるんだみたいなねそんなバリアがあるみたいなノリはやめようぜってちゃんと法を解釈してその法がどこに影響があるかっていうのを理解してくれよっていうふうにね言われてますねこちらいいねさせていただきますねとかあと違約金が必要だと言って男性会社員を騙した女性が捕まったというお話で適用法令は刑法第246条だと思うんですが AV 被害救済法に何の効果 があるんですかって <laughs> これ関係ねえだろって意見がね多々あるわけですよね。とか他にはまさか塩村議員あの記事を読んでいないのではなく熟読し理解した上でこのツイートなのって、えー、間違ってたんじゃないのあれ本気で言ってんのって言って AV <laughs> 被害者救済法があればその法をすべての人が理解し遵守し違法に脅す例も皆無となるはずって前提なの現実無視かさすがに立憲クオリティだなっていやほんとそうなんですよ。世の中 の人がね法律のこととかちゃんと熟知して完璧になったらそもそも詐欺っていうものがないでしょ。<laughs> ね そういうやっぱどうしても分かってない人に対してうまくつけいられてやられるのが詐欺なわけだから無理があるんですよこの言ってること。こちらもいいねさせていただきますね。とか、えー、他には読み間違えたなら素直に訂正すればいいのにねこの書き方じゃ何言ってるんだってなるのさえ分からないのか Twitter 初心者かっていやほんとそうなんですよ。 いや間違えたのは間違えた。ごめんなさいって言えばいいだけなのに、それができないわけですよね。こちらいいね。させていただきますね。とか、記事読んですらいないやん。さすが立憲さーっていう風に言われてます。とか、えー、他には、このツイートすでに指摘されてるように、記事内容を読まずに書いてるのが明白で、まあそうだよね。で、その後のツイで、ごまかそうと頑張ってるんだけど、本気で記事読んで、この感想なんだとしたら、自分が立法に関わった法律について、議員が理解してなかった案件になるんだ。 ってこれをあのー、進歩のおかげであのー、なんか未然に防げたものだっていう風に解釈してるんであれば全然理解できてねえじゃんっていう風にね言われてるわけですよね。それはすごい問題だと気づいてないんだろうなってこうね 立法してるような人たちがですよ、えー、ちゃんと法解釈できてないって相当な問題だと思うんですけどね、まあ、こちらもいいねさせていただきますね。ということで、今回は AV 進歩のほっきりさ、自分の手柄だーっていうふうにツイートしたんですけど、内容がぐちゃぐちゃすぎて、もう批判を受けて言い訳しまくるっていうようなそんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もとみつのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。 myself.